すっごい進んでますね。だいぶ今日もうだ昨日でこのなんていうのこの枠がだいぶ完成してで、まあ、シャワーユニットもね入って一気にこの事務所更衣室周りの形になってきました、ね、そう形がリアリティが出てきましたね。器具の配置がちょっとイメージしやすくなってきた感じですね。ただまだどこにね何を置くかっていうのは決めてないんだけども、もうちょっと形ができてからっていう感じなんですかね。そうですね、あとね今やっぱもう荷物も置いてあるし、あ、うん、もう本当あれができてここ荷物なくなってちょっと見渡してどこに何を置くべきかっていうのを、じゃないと実際のサイズは分からない。そうなんですよ、イメージとのねギャップがいろいろあるから、いい意味でも悪い意味でもやっぱりもうちょっと具体的になってからかな。その手順の上上げちゃいましょうか。この長さを一発で貼るんだ。すげえ。ああそういうところを避けながら、これ火災報知器か。ちなみにこの1本何メートルですか。これもう8メートル。これ一人じゃできないね、やっぱり。うわこれは大変だ。すごい早くも結構シワなしでびっちりと。綺麗なところが平気なんだよね。あ、ここは下地が綺麗だったんだ。これもう見るからにヤバいエリアね。職人泣かせ。あでもすごい、このスピードでこの8メートル張れちゃうんだよ。すげえ。こっちの内側は今一度塗りですもんね。こっちが今二度塗り。ああ十分十分素晴らしい。ありがとうございます。外壁のペイントが始まりました。グレーを注文したんだけど微妙にちょっと薄かったかな。まあ離れてみたらどうなるかわからないけども、こっちが元々の色ですね。
でこれが新しく塗った色。まあ離れてみてちょっと全部足場が取れた時にまあちょっとしたお楽しみですね。まあまあそうですね、うん、こっちから見るとこう見るとカラーチップと一緒か。そうそう、上から見るとなんか違うんだけど本当だ、うん、確かに。さあ小笠原さん、波乗り帰りに、湯河原の波乗り帰り何時間やったんですか今日。4時間ぐらい。4時間でこの満面の笑み、欲しがりすぎちゃう、欲しがりすぎた、はい、小笠原誠一さんがおじきは今日入れなかった。このちょっと対局の顔、この小笠原仁さんがねちょっと遅れてゴミを捨てに来ました。この大量なゴミ、この壁紙、全部これ壁紙ですよねゴリさん。この数ゴリさんが剥がしたこの天井ね、この壁紙をゴミを、これを力持ちの小笠原仁さん、元ラジャダムナン、何級、スーパーウェルター級チャンピオンのね小笠原仁さんが助けに来ました。ちょっとサーフィンしすぎて遅れちゃいましたけども、はい、働いてもらいます、よろしくお願いします。手伝いに来ました。今日18日目、工事18日目、床ができました。更衣室、シャワー、トイレですね。床が、床上げが今日完了しました。いい感じです。2階の天井クロスが全部張り終わりました。今回の工事一番最大の難関と言われていた天井のクロス張りが一応大きな隙もなくできているな。さすがゴリさん。わかりますわかります、そこがセンター、うん、あ、そっちに海側に寄せたってこと。見えますよ、アンドサーフ。だここまで来ちゃうと夜が見えるけど、アンドサーフ別にアンドサーフは別にそこだからちょうどいいね。これ以上下げるとちょっとあれですね、やっぱりこっからじゃ見づらくなるからちょうどいいかもしれない。ちょっとここ行ってみたい。これなるほど、バッチリです。いろいろ通行人と運転手といろんな人の気持ちになって視点で見てみたらいい感じです。バランス取れてる。ここに引く正式なマットが来る前にちょっと今コンテナでどっかの海を渡り中なんで多く間に合わないから、それまでその場しのぎのジョイントマットをちょっといただいてください。